大丈夫にはなると思うけど、確認したら。ノブ、はい、はい、左、左、左いる。そこ、あの、ジップつながってるとこ。ここそ、そこそこそこ、いるいる。一人、一人、一人当たらない。あ、でも僕方もジップで行っちゃうな。いいよ、このまま単発にしてもいいよ。単発、いや、ゆっくり。あ、やべ、え、あの、見ちゃった、自分のご自慢のヘムロック見ちゃった。あ、伝われた。単発使ったことないだろ、絶対。無理。いや、戻してもいいんだよ。ちょ、ね、カチ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 、うるさいこいつ、カチ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 、やばい、回復して回復して、行きましょう行きましょう。おい、ドーム耐えてる、怖い怖い、よし、行くぞ。やばい、マサノリさん、単発なのに今2発目まだもんな、出てくるの見ないで。これ上取ったら勝ちやで、クライアン、うわ、痛い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 。いや、戦闘に戻ら…戻れば勝ち。やばい、お前バカ投げてんだ。騒がしい。あ、どうも。最後の5分めっちゃ騒がしかった。ドームが一番ダメージさせて、大人のが最強というところ。結構あの、だいぶ遡っちゃうんですけど、はい、最初の戦闘、後ろから撃たれた時に、今だったらそのプラチナ隊だから突破されなかったけど、できればこう敵がもうクリプトウルトも対できてて、もう来るみたいな感じにな雰囲気になってる時って、はい、あそこ通る道一本しかないから、そういう時はもうウルトとかどんどん積極的に投げた方がいいですね。積極の武器なんで。それは投げて逃げるっていう。そうです、そうです、そうです。あの、全然最強はこのメンバーで出ますっていう、うん、顔合わせでね、お話です。わあ、びっくりした、びっくりした、マジこのメンバーで最強は出ます、よろしくお願いします。